皆さんこんばんは、エネムです。2017年年の瀬、どうお過ごしでしょうか。去年同様、この動画では今年の振り返りと来年の目標を話していければなと思います。今年は社会人1年目ということで、かなり濃い1年となりました。4月にですね、入社してから毎日すんごいスピードで時間が流れて、いつの間にかもう今年も終わりって感じなんですけど、まあ、動画投稿配信の活動の方もね、なんとか両立してやってこれたので、忙しかったんですけど、かなり充実して、満足した1年となりました。何より去年のね、年末にアップした、まあこんな同じような雑談みたいな動画で、2017年の目標はチャンネル登録者1万人に達成することですみたいな、1万人に到達することですみたいなことを言っていましたが、まあ、ギリギリ達成できて本当良かったです。正直12月に入ってかなり駆け足で活動してたので、ちょっと、まあ、本音を言うとちょっと疲れましたね。でもね、毎日動画投稿してる人って本当すごいなって改めてそう思いました。で、2018年の目標なんですけど、まあ、何にしようかなってずっと考えてたんです。で、登録者を目標にするのやめようと思ってて、っていうのもね、何があるか分かんないんですよ、そのアプリゲームの実況してる身としてはね。サービス、アプリがね、やってるアプリがサービス終了しちゃって、やばい、アップする動画なくなっちゃったみたいな、そんな理由で動画投稿できなくなったりするんですけど、でもね、それ以外で目標ってなくねってことで、今年も目標は、登録者1万5000人ってことでどうでしょうか。もう去年よりね、高いです。去年は多分ね、目標的には3500人かそれぐらいだったんですよ。6000何本から1万っていう目標にしたから、そんぐらいだったんですけど、まあ、今年はもうちゃかり5000人増やそうということで、また見ていただく方ね、たくさんの方に見ていただきたいと思います。まあ、それプラス私事ではございますが、少しばかり、ね、ダイエットの方、させていただきたいなと思います。これ言っちゃっていいのかな、ちょっと現在、僕の身長180センチ、体重 75.8 キロなんですけど、4月からね、3、4キロ増えちゃったんですよね。で、僕ずっとね、バスケやってたんですけど、現役のね、筋肉バリバリの時は72キロぐらいで、で、筋肉って脂肪より重いんで、筋肉落ちて 75.8 って、それ普通ね、体重落ちなきゃいけないのに、もうガッと上がっちゃってんじゃねえかみたいな、そんな感じになっちゃってるんで、まあ、これはさすがにまずいなと。全然ね、デブじゃないんですよ、普通体型なんですけど、昔ついてた筋肉がね、もうほとんど落ちて全部脂肪になっちゃってるので、まあ、それを落として、まあ、なんとか、はい、体重を70キロ切るようにしたいと思います。なので来年の目標は登録者1万5000人と体重を70キロ以下にするという2つの目標でいこうと思います。まあね、ネットの活動も、まあ、リアルの方も、まあ、両立してやっていこうということでございます。はい、皆さんは年末どのようにお過ごしでしょうか。2017年今年頑張ったこと、来年の目標などあれば、ぜひぜひコメントに残していってください。では皆様、良いお年を。